に向けた生物多様性の保存、保全と気候変動への適応に対するその地域戦略を実施しています。まあ、一つの例を申し上げますと、パラウにはですね、今国際産業センターっていうのはございます。これを今この温暖化によるこの産業の影響どうなっているか、でそれで研究してその結果をこの地域にですね、シェアしながら対応していくっていうのがその一つのものであります。もう一つ、そのゴミ問題に対する取り組み、実は日本から今福岡方式っていうあのゴミに対するその処理方法としては、今ミクロネシア地域、特にマーサルとミクロネシア連邦とそしてパラウで実際に行われています。それが成功すれば広がっていくと思います。でもう一つ、そのエネルギーの問題で、やはりその石油から、変えて、太陽エネルギーに、集中していこうというような計画がございまして、実際に日本 の, あの皆さんの支援の ODA を通して、この、ね、太陽熱をですね、今、プロジェクトをし始めているわけです。まあ、こういったような対応の仕方をですね、少しでもこの環境問題に対して考える必要はないのではないかなというふうに思います。これはこのマイクロネシア・ジャネッツというのは、組織として公的であって、これから外から入ってくる支援、財政的な支援または技術的な支援というのを、そこを通してこういったプロジェクトに、積極的に参加するというような形でこのミクロネシア・ジャネッツができたのです。まあ、この、環境問題を具体的に見てみますと、直近の課題はやはり海面上昇の問題ですね。地球温暖化の影響でミクロネシアのさまざまな地域で海面上昇が起きています。まあ、まさにこの写真の通りですよね。例えばミクロネシアの島々で、土地が海面下に進み、住居用地が年々少なくなっています。これはまさに道路に水が、塩水が入ってきています。これは大体、平均でですね、ちょうどこの港なんですけれども、それだとこの港の上にこう水が上がってこない。最近は満潮になるとこういうような状況になっています。農業にも影響されていますね。我々がこういったヤシの木、大事な命にかかる、あるいは我々が、その生活に欠かせないこのヤシの木もこういうような状況になってまいりました。タロイモ、これは大体平らなところにできるものなんですけれども、これは塩水が入っていくと完全に全滅になっていくっていう問題ですね。もう一つの問題は産卵ゴミ問題ですね。そのミクロネシア連邦各州でも大体共通の大きな環境問題はこの一つです。ゴミ問題です。まあ、住民によるゴミのポイ捨てがその一つの原因でもあります。実は欧米文化が入ってから、前はこのポイ捨てなどの問題はなかったんです。というのも、ポイ捨て、ゴミっていうのは
実体がバナナの皮、または植物の葉っぱなどの自然物なのですので、捨てても自然に変えるだけで問題にはならなかったです。ところが、そのポイ捨ての生活習慣だけが残って、ゴミ問題が発生しました。現在は小学校で、必要な環境、教育がされていますが、問題が解決するにももう少し時間がかかりそうです。実はゴミ問題の解決のために、ロータリークラブをはじめ、投資する民間の皆様から水の草加装置や草加炉などさまざまなご支援をいただいています。先日こういう草耕作も日本からいただいて大変役立っています。皆様のおかげさまで、おかげさんで少しずつこの問題解決に向けて前進しています。今後とも皆様からの温かい支援、をいただけたら幸いでございます。ここには載っていないんですけれども、ロータリークラブの方から、多大な支援を受けております。例えば藤沢湘南ロータリークラブの方から消防車、または美容院、で使われるそういった、キッズをですね、たくさんいただいて本当に、ありがとうございます。先ほどその無人島の話はなったんですけれども、この無人島っていうのは、今世界2000何年ですね、世界一 の、 絶景で選ばれた島でございますが、これはですね、ニコニサイ連邦にとっては一番この成功した一つの例なんです。この環境を保護するためと同時に、どういうふうにそれを経済的に活かしていくかっていうのは、この島がそういうした例で、あります。もともとこの島っていうのはサンゴ礁でできたものですので、やはりその温暖化の問題による、影響で崩壊されました。で、ある日本の方が20年前からこれを見て、一つの場所として、その自然保護っていう活動をし始めて、これを見ましても本当に20年前とのその姿と全く違って、いい島になっております。この島っていうのは今なかなか予約するのは、1年かかるそうですので、前もって早く予約しないと、上陸できないっていうような非常に人気がありましてですね、これは一つの、例として成功した、こういうシステムとしてですね、きちんとした人の方がノウハウを投入して、このプログラムはもう行われております。ミクロネシア連邦は直面する、その2つの問題なんですけれども、やはりこれからこの経済自立はどうすればいいか。ミクロネシア連邦はアメリカから多くの経済支援を受けています。この経済支援が2023年に終了することになります。そのために政府としては早急にこの経済政策を立てないといければいけないということです。そのために今後一層新たな産業開発が急務となっています。政府は産業を及び込みビジネスを活性化するためには、必要な規制緩和とインフラ整備を実施し、これまで以上に民間団体や